はい、えー、皆様、おはようございます。4月にですね、えー、ま麦沼協会の街道で最後に皆さんで集まって礼拝、えー、安息寺学校をしたときに、コロナのその後っていうのをやったんですけど、覚えていらっしゃいますかね。で、あの協会もまた始まりましたけど、ぜひ続きをやってほしいと言われましたので、じゃあ、お言葉に甘えまして、そっちは出ないですかね。 コロナのそのそ後2ですね、はいえー、すみません、目の前のモニターが出てないものですから、振り返ると多分マイクが聞こえなくなっちゃうんで、こんな感じですかね。はい、で、皆さん、これがおなじみのコロナウイルスですね、えー、もうこの写真はたくさん見たと思いますけれども、でえっと、今、コロナの感染状況がどうなっているかをです、ね、ちょっと見たいと思います、えー、次お願いします。 えー、2か月前、3か月前とはだいぶ数が変わりまして、これ、今日の朝、見てきたものを写してるんですけれども、えー、これ、世界中のコロナの患者さんですね、214か国あ、前出ました、じゃあ、こっちでいきましょう、えー、214か国で患者数がですね、1400万人。 そうですね1400万人で亡くなった方が60万人近く前はですね新兵器をいただきました、えー、1400万人で60万人って前はだいぶもっと少なかったですよねでえー、っと世界の国々のトップ10アメリカがダントツでして、えー、369万人 これは日本でいうと何市ぐらいですかね横浜市ぐらいそうですねそんなにたくさんの人がコロナにかかってるんですね2位がブラジルで200万人3位がインドで100万人、まあ、この3つがですね100万人超えですね、えー、その後ロシアペルー南アフリカメキシコチリスペインイギリスと続いてあのもともと中国で始まり その次は韓国でその次、日本でっていうような感じだったんですけどもアジアの国々はそうです、ね、インド以外はずっと下の方に来ちゃってますね日本に限って言いますとあの東京では毎日200人ずつから増えてうおーと思っておりますけど、まあ、世界的な順位からいうと56位だそうです2万4千人。ま人、あ、これ見ると日本はそうですね結構かわいいもんだなと。 思う,と思うことがいえると思いますけども、まあ、あのそれだけ以前と比べると数が増えたということですね。であの問題は、えー、患者さんの数もそうですけどもどのぐらいの方がですね、えー、コロナの犠牲者になってるかということではい次お願いします。まあ、亡くなった数の亡くなった人の数ですね全世界で59万人がもう亡くなってるんですね。でこれれは今後患者さんが増えれば当然 えー、死亡者数も増えると思うんですけどもただあの割合からいくと4.24%ですね全患者さんの亡くなる方っていうのが4.24%で、えー、最初の3つこの辺の国は書きましたけども日本はだいたい平均ですねあの2の4000人いて今のところ亡くなった方が1000人程度、えーえー、死亡率4.1%お隣の韓国はですね、えー、もっと低くて2.1%。 まあ、おそらくあの一生懸命 PCR をドライブするとかでやったんで分母がしっかりつかめてるということなのかもしれませんけどもで、えっと、始まった中国あの武漢のです、ね、病院の生々しいニュースとか流れましたけども、まあ、今となってみればまだ中国10万人いってないんですねそれで死亡率も5.5%ですからあのそんなにという感じですで、えー、ヨーロッパの国々に見るとですねあの最初に有名になったイタリアですね イタリアは相変わらずですね、高い死亡率14.4%、えー。3万5千人の方が亡くなってます。意外とフランスも高くてですね、17.3%。私がパッと見た統計ではフランスの死亡率が一番高かったです。ですからイタリア、フランス、あの辺りですね。とはいうものの、あのロシアは1.6%しかないんですね。えー、で患者さんの数が一番多いアメリカも、 まあ平均っていう感じです,、ね、ですのでまあ,あのたくさんの人がなってますけれども、えー、そんなに死亡者数が確率がですね高い病気ではないということが言えると思いますじゃあ次お願いします。で日本の状況ですね日本の状況、まあ、日本には人口1億2,000万人以上いるわけですけども患者数が2万4,000人死亡者数が998人そうすると割合から言うとですね、えー、患者になるのは 人人に1人コロナで亡くなる方は12万6730人に1人ですから、まあ、これはまだまだ確率的には低いですねあの宝くじを当てるような確率だと思うんですけれどもただまあ,あの世界的にはですね日本よりももっとすごいので皆さん海外旅行はしばらく行かない方がいいと思います日本にいいる方がが安全な気がいたします。 ただ、日本で一番危険なのは東京というのも皮肉な話ですけれども、まあ、私,は私たちは日本の中で一番危険な地域に住んでいるということになります。で、次、お願いします。でまあ、簡単にまとめますとですね、感染はですね、多分誰もが予想した以上に拡大したと思いますね。ただ、感染しても、えー、軽症例がほとんど約80%は軽症例で。軽症っていうのはもう何の治療もしなくても。 治っちゃうでその中には症状がない人たちも多くいると言われておりますただ問題はですね重症化すると危険になるる重症化する人たちっていうのは高齢者または基礎疾患がある人たちですので、まあ、そういった人方々はですね注意しましょうということです。で現時点では今一生懸命研究をしてるんですけども予防接種や有効な治療薬はありません。 1え一個だけ、えー、厚労省が認可したお薬がありますけども、えー、重症者のみの薬ですからあのインフルエンザのようにです、ね、気軽に飲むお薬ってのはないです。で一番の問題はですね、えー、感染を否定する有効な検査法がないんですね。私は白ですよっていう検査法があると簡単なんですね。血液検査して「はいあなたはコロナ持ってないですよと」と、えー、保証してくれると。 大いばりであちこちに私は白ですって歩けるんですけども残念ながらそういう検査がなくてですねあのニュースでよく出てる PCRPCR っていいますけども偽陰性率が30%要はですね、えー、PCR やって陰性って出ても3割ぐらいは実際ウイルス持ってる人がいるってことですねえー、3割を低いと思うか高いと思うかはまあ個人の判断によりますけどもまあ私がよく やったり見たりり見してる野球だと3割バッターはトップ一流なバッターですからねはい3割っていうのは結構高い確率なんじゃないかと思いますそれがゆえに医療機関は困ってるわけですただあのもうコロナが始まってですねほぼ半年ぐらい経ちましたのでえどういうふうにして感染が広がるかっていうのはだいぶ明らかになりましたね、えー、マスクをしないで長時間迎え合って大きな声を出して食事をしたり え最近よく言われてるライブハウスとかですねシアターとかでぐしゃっと集まって長時間え密室の中でですねいたりですねあのやっぱりこういうふうなことすると映りやすいよっていうのはだいぶ分かってきて逆に言うとえこういうことさえしなければそんな映らないんだという考え方もできるんじゃないかと思います。はいい次お願いしますですのでまああのもうこれほぼ社会の常識になってますからもう一回おさらいですね。 でコロナの一つのキーはウイルスに感染しても無症状な場合があるということです,、ね、ですから普通の病気っていうと全然症状がなくて元気だと私は持ってないですよと断言できるんですけども元気な人でも持ってる可能性があるということはですね今自分が元気だと思ってるあなたも持ってるかもしれませんしすぐ隣に座ってるすごい元気そうな人も持ってるかもしれない、まあ、そういうことが問題なわけです。 ですのでそれに対する対策としてはまあ徹底した衛生管理ですね手洗いうがいい、えー、手洗いはですね特殊な消毒液がないといけないと思っている人たちがいるかもしれませんが普通の石鹸で手洗い30秒をすれば、えー、と特殊な消毒液を使うのとほぼ同じと言われておりますのであの普通にですね、えー、消毒液をシュッシュッってやるのもいいですしそれがすぐない場合は、えー、普通の石鹸で、えー 水道水でジャーッと30秒ぐらい洗えば大丈夫だそうですであの1人でぼーっとしたりですね外を誰もいないところで散歩したりの時はいいですけども、えー、周りに人がいる時は必ずマスクの着用をするそれから当然ですけれども体調不良の時はもしかして自分が持ってるかもしれませんので自宅待機してあとはあの感染源となりうるような人ですとかでね場所を避けていただくということですね。で えー、去年まではなかった言葉ですけどこの3密密閉密集密接、えー、これを是非避けていただきたいと思います、えー、簡単に言うとですね閉鎖空間間内でののの不特定多数の長時間の集ままりは注意しましょうでそれに対しての対策としてはまあ教会でもやってますけども換気をしたり時間を短縮したり広い会場を使ったり、えー、集まらないでウェブで会議をしたりで集まる時は必ずマスクをしたいですね えー、そういうことを気をつけていただいてあとは私たちの教会を昔から言ってるこの「ニュースタート」ですね、えー、免疫強化健康管理ということに気をつけていただければと思いますじゃあ次のスライドお願いしますでこれをもう皆さん何回も何回も見てますからあえて深くは話しませんが昔からあるアドバイストの健康法ですね「ニュースターまト」まあ、これがですね、えー、自分を守る一番いい方法だと思いますあのさっき私がいろいろ言った「気をつけること」 もう気を付けた方がいいと思いますけれども、基本は自分が健康で免疫力を最善に保つことですね。えー、それに心がけていただければと思います。えー、最後に赤、えー、石のふみと聖書から、えー、次お願いします。エレンホワイトはですね、各時代の希望の中にこういうことを語っていらっしゃいます。いらっしゃいます。えー、まあ悪魔が何をしようとしているか、えー、コロナは悪魔の仕者なのか、えー、病気っていうのは。 神様は作ってないですから、病気はですね、全部悪魔から来てるんですね。で、神様はそれを単に何らかの理由で許されるだけですので、まあこういうことが書いてあります。サタンは自然の実験室の秘密を研究してきたので、神が許される範囲内で自然を支配するため全力を用いる。まあこれは病気もそうですし、自然災害もそうですしですね。まああの神様が許される範囲で自然のいろんなものを。えー 使うとでサタンは病気や災害を生じさせついには人口の多い都市が破滅して荒廃すると人々に説く、はいえー、こういうことがいっぱいあるとですね大都会はそのうち滅びちゃうじゃないかということを人々に信じさせるわけですね。そしてその後サタンは人々が日曜安息日を犯したので神様の怒りを買い日曜日遵守が厳しく実施されねばやまないと主張する。 これは皆さん S7th Adventist の中に言われている日曜休業例ですけどもまあこれはあのコロナとこれがリンクしているかどうかは分かりませんただあのそちらに向けて歴史は着実に動いておりますのでコロナの感染っていうのそれに対する社会の向きっていうのはおそらくこういうことに向けてのですね一歩一歩の一部なんじゃないかと思いますということで次の成功お願いします、まあ私たちは いろんな不安のの中でもでももすすね、頼りにするものは神様、聖書ですからこれは「出エジプト記15章の26節、これはですね神様がイスラエルの人たちにエジプトからですね、救出された後に、と、え、に、ー、こういう言葉を神様がイスラエルの民ご自分の民に語っておられますあなたがもしあなたの神主の声によく聞き従いその目に正しいと見られることを行いその戒めに耳を傾けすべての定めを守るならば。 私はかつてエジプトごとに下した病を一つもあなたに下さないであろう私は主であってあなたを癒すものである、えー、神様の人間に対する役目っていうのは癒しですね、えー、人間のもともとの姿の回復のために神様は常に働いてらっしゃいます、えー、それと反対のことをやろうとしてるのは反対勢力ですね、えー、私たちはこの大総統の真っただ中に住んでいるわけです生きているわけです ぜひそれを理解した上でですねいろんな心配なこと不安なことを見てもそれは単に私たちの敵がですね私たちの集中力注意力をいろんなことに散漫させようと神様から目を離せようとする一つの策略なんじゃないかと思います私たちが一番大事なことはどんなことが起ころうとも神様に忠実に神様に聞き従い歩んでいくこと、まあ、それを忘れないでですね 歩んでいくことがすべ、えー、ての、えー、敵の攻撃に対する私たちの防御だと思いますので、えー、これからもですねあの感染が増えたりまた今、自然災害にも起きてますしいろんなことが起こると思いますけどもぜひ、そういう、えー、大きな目を持ってですね社会の情勢を見守り,見守りつつ皆さん方の心の中の信仰をですね守っていただければと思います以上です。